美穂お前一回できひんかったぞ今。一回はまあ後ろから撮ったけどさ、あれって遠心力で回すか。今そうですね、師匠に来たらそう。お前お前いきますよ。うわ、なうまい。おぉ、すいません、笑えずな。でもね、ちょっとやっぱ、タエさんはカラフルでいいっす。え、カラフル、はい、あ、色合いだけど、いきますよ。まあ、あ、うまい。イエーイ。ただこれでも、縄跳びするって。それ何？それ何？お前、絶対こけるって。でも、お前さ、それは無理やで。私3本とかやってみたいわ。え、1本できたやん、軽々。3本って何？ああ、音数増やして。これ、全員回りますよ。はい。あ、めっちゃ、うわ、すごい。これですよ、これ。いけたやばいね、これこれ、携帯を落とすっていう。やっぱり、うん、さすが。さすが、このくだりは全然できない。早い伊勢丹この場所強いな。すごい。めっちゃ強い。でもあんまりかっこよくなかった。いやでもやるやん、さすが村瀬もやるやん。村瀬師匠最後はね、村瀬師匠ですよ。最後花粉にも勝てない。最後はトリは待ってますから。最後はピーでしょ。はぁ、さすがっす。まずみんな縄跳びからやらなあかん。やりーののカラーのカラーの面白いな。これ狙ってる。センスない。いや、違ってねえけって。思っきり側に体をつけるみたいな。ここ側って、ここ。っていうか、あんまりやる気が、やる気のそのボルテージが非常に低いっていう。わかります。おお。はいはいはい。はいはいはい。なんていうんすかね。スダッチの老後。老後。うん。なんか携帯落とされる。目薬をどう落としたのかな。ちょっと端っこにやったんや。ちょっとあえてそこ勝っていいですよ。OK です。OK です。いいですか。落ちるまで行こう。OK です。仕込み OK。OK です。仕込み OK。それで課長、いいですか。もういいですわ。目薬も映像も落ちず。マリちゃん歌うときなんかこれマリちゃんの絵だけやって、なんか絶品はいたら今きっとくわな。どの曲やるまで
ピリワンナーみたいに、そのなんかの合図でピリピリって言ってたら一番嬉しい。でもそこの、ピリピリの行く必ず前、その小説はあるから必ずその前でっていうのは入るよ。あ、分かった分かった、うん、オッケーオッケー。それやん、ギターのそれをな、うん、だからターちゃんには合わせれへんで、そのいい、だから言葉も早く終わらせて余らせてピリピリまで。オッケーオッケー、お願いします。いやでも美穂もやっぱ
いいよ。何がですか。レゲエいいよ。もっと全開でいって。もっと全開で。いやいや、もうなんかすごいいい感じ。よし。まあ楽しくやろう。はい。よっしゃ行くぜ。セッション的なこんな感じでいいですか。いやいやもう全然いいやんか。はい、さあ楽しい感じでいこう。ちょっとなんか修行僧になってきたい。修行僧Thank you.
ね。あ、合ってます合ってます。はい、うん、あの僕がまた間違えたんで、はい、ちょっとあのエフェクトがちょっとね、すいません、あれやったんで、ほんで、でもタージャンが前ワンとあっこで言っといたら、はい、完璧。それなんか合わせてくれんな、最悪から。うん、いけると思うで。いいじゃないですか。これなんか曲が明るくていいよ、この曲。その、あ、いい、うん、かっこいい。聞きやすいというか。いや、皆さんお疲れでした。もうこれでやり終えたから、ね。終えた感たっぷり。休憩ですかね。ほんで、まあ、サクッと流す感じでどうですよ。いいですか。頑張った。燃え尽きてますよ。しんど。いいわ。どうなってんの。いや、ほんまほんま。めっちゃイケてるわ。めちゃイケてる。マジ。モスバーガーで昔から薄かったね。っていうか、そんな薄ないやん。ああ、ここ。それはあかん。ああって。あー、みんな言うてんの、そこ。いや、あるやんってずっと思ってたから、なんでいじんのかな思って。今見たら、こう山からこっちがないっていう。ヤンキー祭りやん。山越えられへんから。山越えられへんから。山越えられへんから。昔あったんやけどな。抜けてた。抜けてたよね。そんなことあるの？こっからここだけが急に抜け始める。お前でも頭どうもないやんけ。そうやん、そうやん。の、うん、今んとこね。もうだってそんなあれやったら、ね、もうあれやで、ね。うん。そうそう。うるさくるわ。スバッチもふさふさやしな。ね、みんな毛多いね。セカンドみんな毛多い。今抜けたやん。今抜いたやん。ちょっと待ったもん。そうね。さすがや。そこでいいんか、アマミちゃん。ずっと手真ん中行こうか。あ、いや、いいです、いいですよ。私上、こっちで大丈夫です。よし、じゃあ、これ、全然これのね。素敵な曲いきますか。うわ、素敵な曲いきますね。それからめっちゃ臭いよ。いや。
しすぎたら尿が入るんだ。もう俺何もう俺すいませんすいません、まいちゃんもうちょっともらおうかな。いつもと一緒ぐらい、もうわずかぐらいでいい。ちょっと、ただテンション下がりすぎて。やばい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 。よっしゃ。トラウマ。Thank you.
試しやったんやけど、うん、じゃあちょっと最後にもっぺんちょっとやってもらおう。ボーカルも合わせなんかね、もうエフェクターがもっと俺が自由に弾いた方がいいのかな。Thank you.
Thank you.
テイクが出てますけど。
ちかないとか。キャンビンワンスか。ソワットですか。あ、なんでもいいよ。なんでもいいっす。よかったよ。聞いてくれてよかったよ。オッケー。
I'm gonna be the one in the corner.
ってきて危ういすぎたね。ジャズだけかっこよかったです。え？ジャズだけかっこよかったです。どこ？ジャズの。僕だけがかっこよかった。あけかっこよかった。あけか。だけか。あ、お前ですか。お前ですか。ありがとうございます。かっこよかったと思います。マミちゃん。マミちゃん。君、虚言全開やな。虚言。超元気。どんな感じ？うん、あれだ、無理だよな、かわいの部分で。もう一回ちょっとやってみよう。うん、もっと、わけわからんのなんてねえかな。ちょっと、チューニングが。あ、その後の最初、持ってたあれ、チューニング。なんかあれ、変な気分なんな、あれ。変な気分なんねえ。なあ、確かに。
どうかな、微妙かな。ライブでやるとなったら、まあ、ちょっとまあ元気は半分になるけど、なんかノリが、そうだね、どっちがどっちを取るかやな。なんかおしゃれ系で見せたいんか、ノリ系で見せたいんかっていう。あの皆さんって次の回までに誰がどっちっていうのなしで多数決でいこうよ。今多数決したよね。まあ、どうなんやろ。はい、もう、はい、どっちが最後の伊勢丹先生のシャン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 を元のテンポのズレでギャーニ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 ャー最後だけ思いっきりガーってやる気がする。あーなるほどな。まみちゃんこのあれが気に入ってるんやな。え、こっちのリズムの方がなんかずっとその YouTube 見させてもらった時に結構しんどいかなと思うのもあった。あ、だから最後だけウギャーもういいかなっていう。なるほど。OK です。あ、まあ、あの、聞いてみてやりましょう。難しいね、この、ちょっとやっぱポップスに近いから。もう全開でいっていいんですか。え、そこだけ、サビはもう今まで通りですよね。うん、そうそう。ほんでもう、ボーカルは、うん、当然ずっと今までの従来の通りのテンションを守ってほしいねんけど、それはちょっと難しいとは思うねんけど。難しいと思う。このリズムで今までのテンションではいけんから。そうやな、難しいとは思うんやけれども、なんかね、はい、ゴリ押しやなっていうのは、っていうかそのこの曲で一旦ちょっとなんかワン、そのミュージシャン的なワンステップアップを図りたいなっていうのがあって、うん、やってみよう。一回やってみた。分かれて終わり。最後。今日は何やるの？フィギュアの今のバージョンで。今ので。最後ちょっと変えてみようか。最後ワンっていくかな。あの四発のシャン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 だなよ。ああ。フィギュアーン。今はもう今まで通り。え、そこってでも今まで通りなんじゃないの？そうや。そうやな。はよやらな、でっかいな。OK、行こう。よし、頑張るわ。そうだな。Thank you.
いね。あ、ボーカルちょっと見よう練習してますね。なんか差がつけれない。なんかちょっと分からへんな。ますか。じゃあいや、どうやろうな。なんかまあ、でもリードめっちゃかっこいいよね。え？ギター的にはもう。気持ちいいでしょ。いやでもな、逆にな、まあありがちっちゃありがちやハモンって歌うぐらいちゃうって思うんやけどな、この辺りは歌いは なんか元々のと今自分がどう違うかな俺みたいな。まあでもちょっと楽しかったじゃないですかね、はい、でまあいろいろちょっといろんなバージョンね、はい、これまた時田春感じやろか。あよいしょ。これでもアイラムのキーボードが巻いたのかな。アイラムのキーボードいいんじゃない。明日だけ練習してきますわ。徹底的にやってきます。明るい感じがいいようなんです、ね、そうやね。ああいう曲は見てる人分かりやすいから分かりやすいな。絶対1個ホスバーがお喜んでありますわ。それマミちゃんって時期ねえのかな。いやいや、とても申し上げました。楽しかった。ディングミーや、ディングミーや。でまたでかいしな字が下字がでかいし、いや下置いてパッと見えるように。ああなるほどな下に置いてあれ、はい、ママちゃんもマイマイクかって。はい、マイマイクで。もう片付けますか。あ、ミホちゃんマイマイクなんや。はい、今日は持ってきました。あ、マジですか。ベータやったっけ。ベータやったっけ。あれ、これと引きます失敗できひんけどめっちゃ目立ってるな。全部広っちゃうから。あの、広がらへんよ、語尾が。語尾がそうするな。そのままもうそれがな、へぇーとかやんのに持ってこいのやと。でもね、58でスタジオでやっといて、データで、でライブハウスで常に作ったらめちゃくちゃ本番弾けられんで、広がるから。あ、めっちゃ乗れんねん。だからなんかほら妖精ギブスみたいなもんよこれ。妖精ギブスマジで表現が、うん、もうこんな伸びるかっていうぐらいのテンションが上がんねん。ライブさんのベータです。うん、そうだね。ほら、なんかブルースとかそういう系で行きたかったの。ね、死んでますよ、先生。ミホちゃんも、ベータ。相変わらず課長、花粉症キツンやな。重度やな、結構。重度や。何あれだけ杉だけ。いや、わかんない。多分なんか今年からなったん。いや、ずっとですよ。あ、ずっとなんよ、はい、顎の毛がとっつどらんで。どらんで顔なくなるやろ。柔道は明日です。はい、タバコ吸いたいです。ちょっと待って、タジ待って。俺はまだいろいろ片付けない。はいはいはい、いけるよ。すがっち、ごめん、なんかいっぱい落ちた。携帯持ってます。すがっちの携帯も落ちてへんかったことにしよう。はい、大きいとってます。落ちたんすじゃあ、気がしまろう。厳しそう。私は全部大丈夫。イエイイエイ。
最初の花火がもしかしたらロボットが出るかな。そうやな。でもないでその頃には多分この辺で行くと。順番にで丸山公園じゃない。お前絶対気づいてるやろ。はい。美味しいな。ありがとうございます。いつから撮ってあった？20分ぐらいなんです。マジ？勘弁してくださいよ。食べたらないんだよ、そんなことはない。バーッリホちゃんとは分けて。あ、スガッチとリホちゃんとマミちゃんで分けて。スイーツ王子、王子、あ、じゃね、スイーツ王子。一番の好物は何なの、スイーツの中で。もうこの、例えばミスドのこれとか、なんかこのケーキ屋のこれとか。マクドのサンデーはあかんない。ついで的な。なんかおすすめのチーズケーキ。おお。どこの？わかんない。あの下の硬いやつ、ね。下の硬い。レじゃタルト。タルトの生地ってことよね。下がタルト。あのふわふわなやつじゃないってことでしょ。そう。ね。一番下が硬い。硬いやつ。ちょっと白っぽいやつ。どうなんなんかモロゾフとか、うん、なんかちょっと高いやつ。目の食ってるなあ。硬いってあのタルトじゃなくて、うん、チーズケーキの硬いのが下にいた。うん、タルトの上に硬いまたチーズケーキ、なんか普通の上が茶色いチーズケーキって真ん中ふわふわじゃなくて全部なんかギュッて。それってレアチーズケーキってことは。あ、そう、ニューヨークチーズケーキ。あ、ニューヨークチーズケーキ。ニューヨーク、ニューヨーク、ニューヨーク、多分ニューヨーク。せや、あれあれ取っといてもらわなあかんやん。あ、エニワン。あ、それはマジで音声で取ってもらって、このまま。ちょっと、うん、映像スガッチでいいですか。はいはい。エニワン。もう連発でもう解いてんじゃん。連発ですか。エニワン。恥ずかしいのか。いや、いい、大丈夫。それはこんなとこで一人残す。何かやってください。調子乗るのは分かります。エニワン。タイミングが分からない。いつやますか。スピーオーアンエニワン。やるよ。ワン、ツー、スリー、フォー。エニワン。痛いさんが言ってそうなんて言ってる言うじゃん。すいません、最後戻しておきます。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。